ンサー TV の買ってみたってことで、今回は、もうね、買ったのは随分前なんですけど。はい。任天堂東京で、いろいろ買い物しました。まず、ロールクッキー。まあ、これ完全に、カンカン目当て。これもひょっとしたら、トラベルズノート入っちゃうんじゃないかな、みたいな感じで買っちゃいました。はい。で、次は、友達のね、誕生日プレゼントもここで買ったんですけど、これも全然違っちゃった。はい、次はこれマスキングテープですね。マスキングテープ、ちょっと映ってるかな。マスキングテープと、これは何だろう、バッテリーバックアップ、何だろう。あ、シールですね。任天堂のスーパーマリオブラザーズのシール。で、これ何だったかな。カセット型ケース付きメモ。まあ、昔のファミコンみたいなカセットタイプなんだけど、中身がメモ帳。で、カバンの中で、めちゃくちゃになってるけど、最後ご紹介するのが、400円かなんかでね、もう、たくさんの任天堂のキャラクターのこの、なんて言うんですかこれ、キャラ消しゴムっていうのかな、こういう顔だけの、こういう消しゴム。はい。爪消しゴムってやつをね、やってみました。まあ、お店の中で、この中に詰め込むだけ詰め込むって形で、ちょっと取り出すのがね、後で大変なんですけど、これ、ちぎれないように取るのが。ということで、以上、任天堂東京で、買ったものでした。